はい今回なんですけれども京都でハンバーグを食べに来ましたここのお店なんですけれども手作りハンバーグのお店で以前から気になっていた京都のハンバーグの人気店の一つですお店なんですけれども手作りハンバーグの店トクラで京都で何店舗かあるんですけれども今回来たのは京都三条店になります お店の雰囲気はこのような感じになっていて結構行列ができるようでこの列行列用のこの何て言うんですかね柵みたいのができていたんですけれどもこの日はですねスッと入れてよかったです今回この戸倉京都三条店行くのに地下鉄で行ったんですけれども烏丸お池から歩いていきましたその途中にですねこのような素敵な建物があったので写真に撮ってみてからですねお店の方に向かっています この建物なんですけれども、京都文化博物館ということで、このような夜でもライトアップされていて素敵に見れますので、特っ行くときですね、ちょっとこの道通っていくといいと思います。それでは、ハンバーグ注文したんですけれども、今回注文したのはハンバーグとエビフライのセットになりまして、ご飯は別でまた注文するといった形です。えー、味噌汁のセットなんかもあるんですけれども、ご飯だけでよかったので、ご飯だけ注文しました。 お肉の量は 250g になっています1140円でしたかねそしてここからですこのハンバーグの肉汁これをですねどんな感じになるか実際に見たくて行ったんですけどもやっぱりじゅわっとたっぷりあふれてきて最高でしたこのトクラのハンバーグこの肉汁がですね止まることなくバーッとあふれてくるこれがすごく人気の お店のでですすね秘密とそういうい感じですやっぱりこの肉汁あふれる感じはとても美味しそうな見た目でいいですねまあハンバーグ店では低温で焼いてこう肉汁がブワッと出ないようにできるだけ出ないように焼いたりするお店もありますけれども熱々のこのジューシーな感じ味わうのにですねやっぱり肉汁出てた方が結構味わい 食べてる時にこう熱々の感じとかも湯気の感じとかもあってすごく美味しいので個人的にはこっちの方がですね美味しいかなと思いますけども肉のこの風味とかあの赤身のがっつり美味しさみたいなそういうのを味わいたい時はやっぱりですね肉汁閉じ込めるようにこう火をですね強くしすぎないで焼いた方がいいのかなとも思ったりもしますけれどもこのタイプのハンバーグやっぱりいいですよね美味しいです で、ハンバーグもすぐ食べたいんですけれども、エビフライも、やっぱりエビ温度下がると味がですね、落ちてしまうので、熱々のうちに食べたいということで、まずはハンバーグ少し食べて、それからエビを食べるという感じで食べていきました。エビフライの方の衣の揚げ具合は、結構外側カリッと揚がってますので、硬めに揚げてるなという感じです。中のエビもですね、 ある程度火がしっっかり通っていて、い水分がふっくらっていうよりも少しそれよりも少しですねしっかり揚げてるなっていうそういう印象のエビフライでしたやっぱりエビフライとタルタルソースの相性バッチリなのでそれでご飯をこうガッといくとですね最高ですねそれに加えてこのハンバーグのジューシーなハンバーグ一緒に食べるということでご飯がどんどん進むようなそういったですねこのハンバーグプレートになっていて美味しいです お肉の感じはですね、ふっくらやわらかっていう感じでもあるんですけれども外側は結構香ばしく焼かれていてある程度粗挽き具合の感じで肉のこの食感ですねしっかり残ってるタイプで個人的には好みですね結構柔らかくしてこうねっとり練り込んでふわっとしたハンバーグもあるんですけれどもやっぱりこの粗挽きの ひき肉のこのつぶつぶ感っていうんですかねそういうのが残った状態でお肉のこの弾力とかそういった舌触り感じながら食べた方が美味しいですのでこのタイプのハンバーグ好きな方はですねこうおすすめですね美味しいですねあとはトクラのハンバーグメニューなんですけれどもソースがいろいろありまして オリジナルハンバーグとかチーズハンバーグ和風おろし明太マヨネーズとかクラムチャウダーハンバーグなんかもありますし生姜あんとかホットペッパーちょっと辛めのなんかソースの感じですかねあとハンバーグデビフライみたいな感じでんこの種類がバリエーションが豊富で1回行くだけではなくて何回か行っていろんなソースの味でご飯を楽しむというのが良さそうだなと思いました それと、ここのお店、お米なんですけれども、今ちょっと写真に切り替わってますが、八代目義兵のこのお米、使ってますよということでした。お米の感じは、炊き具合ですね。ある程度、ふっくら炊いた感じですね。確か。うん。ちょっと今、すぐにあの動画編集してるわけではないので、若干ですね、忘れてる部分もありますけれども、固めに炊いてるというよりは、ふっくら炊いていて、 お肉のことですね。ご飯のふっくら感とお肉のジューシーさをこう楽しめといった感じのお米の炊き具合だったと思います香りも良くて美味しかったですで8代目義兵なんですけれども以前1回ですねお店八坂神社の向かいのところ行ったことがありましてご飯の炊き具合も最高ですし最初の1膳目がですねあの炊きたての土鍋で確か炊いてるんですけれども炊きたてご飯を1回出てきて でその後ですねおかわりでご飯をあをもらう時なんですけれどもそのご飯2杯目の上にさらにですねおこげの部分が出てきておこげせんべいみたいになっていてちょっと塩かけて食べてですねパリパリって感じで食べれて香ばしいのが楽しめるとでご飯も美味しいですしそのご飯せんべいも美味しいという感じで。 でそのせんべいなんですけどもせんべいの部分を多くくださいって言うとなんか結構ですねせんべいだけ多めにもらっている方もいましたやっぱりそのザクッとした食感がですね美味しいので香ばしいのを食べたいなっていう時はそれですね注文するといいと思いますであと2階席とかだと窓際に座るとですね八坂神社のその景色が見えて その景色を見ながら食べられるのも最高でした。ちょうど私行った時はですね、その窓際の席空いててですね、座れたので、景色も見ながら食事も取れて美味しかったと。で、ご飯も美味しいんですけれども、確か、とんかつかなんか食べたような記憶あるんですけれども、その、あの、ご飯だけではなくてそ、その他のメインのおかず、とんかつだったり、そういうのもすごく美味しいので、あの、良かったですね。最高でした。 そちらの方の今回トクラのちょっとあのお店ですけれどもそちらのですね義兵の方のお店もすごく美味しいのでおすすめですはいそれではですね今回このような感じで手作りハンバーグの店トクラ京都のですね以前から気になっていたハンバーグの人気店ですけれどもこれで良かったですやっぱりですね何度も言ってますけどもハンバーグのこの溢れる肉汁これが最高で よかったですね、うん、小さめのハンバーグのセットもあるんですけども量ですね今回250と,うんと何グラムでしたっけ150グラムですねエビフライのハンバーグエビフライのセットの場合はで100あ150か180150だったでしょうかねうんになるので小さめのものよりやっぱりせっかくのこの肉汁味わいたいということになりますので大きめの方注文した方がいいかなと思いました 京都寄ってハンバーグ美味しいのを食べたかったらぜひですねトクラ寄ってみてください最後になりますけれどもメニューこちらにありますので気になりましたらメニューの方ゆっくりチェックしてみてください